レイ・ウィルキンスンベは、イングランド、ロンドン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。父親のジョージ・ウィルキンス、兄弟であるグーレアム、スティーブンもサッカー選手である。1973年に、チェルシー FC でデビュー。この時、グーレアム、スティーブンもチェルシーに所属していたが、レイほどの活躍はできなかった。 チェルシーではタイトルにこそあまり恵まれなかったものの、1975年からは18歳の若さでキャプテンを任され、その翌年にはイングランド代表としても初招集を受けた。その後、1979年にマンチェスター・ユナイテッド FC へと移籍し、1983年に FA カップやコミュニティシールドを獲得した。 1984年に AC ビランへと移籍。しかし、ここでもタイトルには恵まれず、オランダトリオと入れ替わるようにパリ・サンジェルマン、FC へと移籍した。その後に所属したレンジャーズ FC では、リーグ優勝、スコティッシュリーグカップ連覇などを手にした。1989年にクイーンズパークレンジャーズへと移籍し、5年間を同クラブで過ごした。そして、 1994年に選手権コーチとしてのオファーを受け、クリスタルパレス FC の一員となった。しかし、そのデビュー戦で左足に怪我を負ってしまう。その怪我が癒えた後、再びクイーンズパークレンジャーズへ今度は選手権人監督として加わった。2年後に追い込むワンダラーズ FC へと移籍、その後もクラブを転々とし、翌年にレイトンオーリエント FC にて引退した。 引退後は、1年間のみ、フラム FC の監督をしていたほか、1998から2000シーズンは、チェルシーのアシスタントコーチをしていた。イングランド代表としては84試合キャップ。UEFA 欧州選手権1980、1982フ、FIFA フワールドカップ、1986FIFA フフワールドカップにも招集された。2014年9月に、 ヨルダン代表チームの監督に就任したが、AFC アジアカップ2015終了後の2015年2月に退任した。退任後は、テレビやラジオの専門家として働いていたが重度のアルコール中毒を抱えており、4年間の運転免許停止の処分を受けたほか、2016年には5週間のリハビリを受けた。2017年には、心臓のバイパス手術を受けている。 2018年4月4日、ロンドンのセントジョージ病院にて死去。61歳没。ありがとうございます。